破る廃墟の中から立ち上がれライガー奇跡のバイオアーマーが戦う痛みを感じても恐れるものは何もない邪神を叩き潰すまでライガーソウル空を切りたく聖なる剣ライガーフラッシュ入れ具が轟く真紅のファイヤーファイライト光の重心ライガー岩を掴む女帝ザーラの呪い心配ない。強いショックで失神しただけのようだ。よかったわ。しかし、二人がなぜこんなことに。鬼の岩って封印の岩のことかしら。だとすると、邪神の影響でおかしくなったのでは。それで？鬼の岩が現れる予言ではないかと。炎の山というのは火山。なるほど、火山か。わからないのは青い三日月。とにかく明日、舞ちゃんたちとコンピューターで調べてみましょう。おお、偉大なる我が神ドラゴ様が我らの呼びかけにお答えになっておられる。その忌まわしき暗黒の闇から
我が力をもってお救い申し上げましょう。このドルアーミー、その大役必ず果たしてみせましょう。お待ちください、ザーラ様。このドルファントムめにも出陣のお許しを。なんだと、貴様、この俺だけでは力不足とでも言いたいのか。これは否こと。私は己を犠牲にして貴殿の片腕として戦う所存。ならば指揮は俺が取る。それでよいな。無論お任せしよう、ドルアーミー殿。これは殊勝なこと。ドルファントムめ、行け。ドルファントム、ドルアーミーと協力して戦うがよい。ああ、これも違うみたい。ああ、これちょっと似てるかな。チェ、頼りねえな。何よ、その言い方。いや、ねえ、ゆいちゃんならわかるよね。ダメよ、私。あの時のこと何にも覚えてないもの。そうよね。ゆいは都合の悪いことみんな忘れちゃうから便利よね。都合の悪いことって何よ。教えてあげましょうか。昨日ね、ゆいったら剣にさ、キープ。わあ、言うなバカ。そんなこと喋ってないで早く探せよ。何すんのよ。ああ、やめなさい。データが流れちゃうわ。今の、ちょっと戻して。え、あ、違う、行き過ぎ。これ、これよ。この形を。私が見たのはこの湖だわ。そっか、青い三日月ってこの湖のことだったのね。だとすると、ちょっと待って、この近くに火山もあったはずだわ。あ、これよ、私が見たのはこの山だわ。ここか、あの巨大岩が次に現れるのはこの山の近くなのか。ええ。人間どもの苦しみと悲しみを思う存分吸い取ってくれるわ、ドラグナイト・アルジロス出陣。急げ、じっちゃん。ほっといたら街が全滅だ。暴れやがって。待ってろよ。大丈夫か、みんな。あの野郎、完全に頭にきたぜ。こんなに町を壊しやがって、あいつ絶対に許さねえ。Right.
バカめ、その程度でアルジロスが負けたとでも思っているのか。ドルファントム、今だ。お前のバイオアーマーを出現させろ。ドルファントム、了解した。ドラゴナイト・ドラゲウス、出陣せよ。ドラゲウスよ、アルジロスが奴の相手をしている間に人間どもをいたぶるのだ。我が神ドラゴ様に人間どもの苦しみを捧げるのだ。次から次に現れやがって。どけ邪魔だ。妙なもの飛ばしやがって。このなんだこいつ、変身するのか。なんだこれは。ございます。その忌まわしい封印の中にあってなお以前にも増したるお力、その脈動が伝わってまいります。人間どもの苦しみを捧げ、そのお姿を永遠にこの世に留めて差し上げましょう。ドラーミーよ、この時を逃してはならぬ。一気に攻め立てるのじゃ。はっ、アルジロスよ、ライガーの血を一滴残らずドラム様に捧げるのだ。ライガー、我が力でドラゴ様をこの世におとどめ申し上げるわ。ドルサタン、例の者たちをこれへ。ワドラゴシンなり、その方らの魂と苦しみを我に捧げよ。さすれば我が身はこの世にとどまるであろう。我に生贄を。
みんな車に乗るんだ。苦しみもがいて手を伸ばすがよい。マグマが手に。封印の岩が鼓動が高鳴ってきている。どういうことだ。封印の岩が溶岩に。奴ら何をしようってんだ。我が神ドラゴ様はこの世におとどまりを遊ばされ、我こそは偉大なるドラゴ帝国の女帝ザーラ。女帝ザーラ、あれがドラゴ帝国を操っているというの。愚かな人間どもよ、我らの大いなる力とくと見たであろう。この封印の岩に眠るドラゴ神のお力で滅びの道を行くがよい。ふざけんじゃねえ。待て。バイクタイヤ野郎が。うわ、いってえ、ちくしょう、焼き鳥にしちまうぞ。やられるか。とどめだ、くらえ。うわ、ドラゲウス、そこからライガーを叩き落とし、アルジノスの角で串刺しにするんだ。やばい。たあいもない所詮はコアッパよ。さあドラゲウスよ、ライガーを落とせ。どうした、早くやらんか、ドラゲウスよ。まさか貴様、ドルファントム、何をしておる。裏切るつもりか。悪いが手柄は私がもらう。やれドラゲウスよ、ライガーの肉をえぐり骨を砕け。このままじゃやられちゃうわ。鉄拳、ライガーの力を信じるんだ。どうすれば、どうすればいいんだよ。そうだ、刀だ、ソードだ。来い、ライガーコーボ。逃がさねえ。ファイヤー。
今一歩というところでドルファントムめ、どうへ消えた。逃げ足の速いやつめ、覚えておけよライガー、この借り必ず返してくれるわ。なんとか封印が解けるのは防いだみたいだ。しかし安心はできん。邪神の鼓動は消えたが、いつまた。そう、邪神はただ眠っているだけ。あの岩が消えない限りいつでも復活できるというの。なんだか俺怖くなってきちゃったよ。心配すんなって、俺たちにはライガーがついてるんだぜ。うん、天の言う通りだ。そうよね、そのためにライガーがいるんだもん。うん、友達が理科室の標本を食い始めた。ドラゴ帝国の奴らが鬼虫を植え付けやがったんだ。くそ、どこまで卑劣な奴らなんだ。ゲン、絶対許しちゃダメよ。次回、重心ライガー、涙をこらえて友を撃て。赤い獅子が吠える。